催眠の状態と普通の小体とですね、情報の浮かび方の違いと。これはですね、通常の小体ですと、お父さんについてのこれまでの自分の既成概念、これがですね、どんどん出てきましてですね、これで、表面的でですね、単語の羅列というのが多かったりなんかすると。で、催眠の状態になると、さまざまなイメージでありありと場面や心情やエピソードが出てくるという、こんな感じでですね、なる方が圧倒的に多いわけなんですよね。それなんでですね、例えば、ビジネスとかプライベートでですね、何か良いアイデアを思い浮かべたいというふうにした時にですね、普通の状態で思い描けると、自分の既成概念とか業界通念とかでですね、いいアイデアがなかなか浮かばないと。ところが催眠の状態で思い浮かべるとですね、まさに自分がそこにいるような感じ、あるいは自分のビジネスをですね、なんかそこで展開しているような感じ、そんな場面がですね、出てきて、でそしてその時の心情とかいろんな出来事がですね、浮かんでくるんで、いろんなアイデアが浮かびやすくなってくると。これが催眠の状態と普通の小体の違いなわけなんですよね。